どうにも手持ちぶさたのようだね。君、趣味はないのかい趣味と言えるほどのものはない、と思う。やはりか。ならば、趣味を探してみるといい。例えば、そうだな。茶の湯や生け花はどうだいあいにく、どれもよくわからない。何か抜け落ちてしまっているのだろうか。 そう悪く考えることはない。それはつまり君の感性が何色にも染まっていないということさそれなら歌はどうだろう今までに歌を詠んだことはあるのかいいや一度もないだとしたら手始めに俳句がよさそうだ次に会う時までに一句読んできてくれないか 五七五という限られた言葉で自分の世界を表現する案外君に合っているかもしれないようん分かった私なりに仕上げてみよう。 センこの前に言われた俳句を読んできた我ながら良い句ができたと思うのだがそれは素晴らしいねぜひ聞かせてもらおうマドロームとおぼろ月夜に舞う桜どうだろうかおやおや その句は気重なりじゃないかおぼろ月夜も桜もどちらも季語だああ季語が2つ入るのはよくないんだったなついうっかりしていたやはり私にはだが初めてにしては情景が浮かぶ悪くない句だ見どころはあると思うよ本当か それは嬉しい言葉だ。他に直すべきところがあれば教えてくれないかおや、聞きたいのかい僕の評価は辛口だよ。構わない。俳句に興味が湧いてきたようだ。それは何よりだね。君が望むなら、厳しく鍛えていくとしようか。